街がドローンに占領されている。奪還しろ。民間人を無差別に攻撃してやがる。撃ち落とせ。市民を守れ。EDFだ。助かるぞ。兵士が来たぞ。諦めるな。避難しろ。急げ。ドローンを撃て。民間人を守れ。冷酷な殺人機械。 よくこんなに突っ込んどく。誰も乗ってない。安心して撃ち落とせ。奴ら街の上を飛び回ってやがる。我が物が追ってやつだ。市民が危ない。俺たちが注意を引くぞ。ドローンを撃て。対空砲が来る。それまで持ちこたえろ。 色に注意してください。ドローンは恐るべき殺戮マシンです。その行動は色で判別できるようです。青いドローンは警備モード、攻撃目標を探している状態です。つまり青い状態は攻撃してきません。赤いドローンは戦闘モード、目標を発見し攻撃を開始した状態です。赤いドローンは危険です。 警備モードから戦闘モードに切り替わる条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、ドローンが被弾する。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり攻撃を受けたドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。 マザーシップ進路そのまま通過まで間もなくです。マザーシップが来るぞ。攻撃は必要ない。通過させろ。 Yeah.
Mothership, 作戦エリアに到達。マザーシップはドローンを投下しながら移動している。警戒は怠るな。でかい。俺たちの武器じゃ歯が立たないぞ。数を減らせばその分犠牲者が出る。くそ、対空砲はまだか。
マザーシップがドローンを射出。消耗しつつあります。戦いは優勢に進んでいます。最強のビーグルだ。大丈夫でしょう。上空のドローンを全て撃破してください。
戦終了だ。引き上げろ。マザーシップの追跡を続行。チャンスを見つけ次第、地上戦力を主体とした撃墜作戦を発動させます。必ず奴を撃墜してやる。街がドローンに占領されている。奪還しろ。民間人を無差別に攻撃してやがる。撃ち落とせ。市民を守れ。 EDF が助かるぞ。ルーシが来たぞ。諦めるな。避難しろ。急げ。ドローンを撃て。民間人を守れ。冷酷な殺人機械、奴ら町の上を飛び回ってやがる。我が物顔ってやつだ。市民が危ない。俺たちが注意を引くぞ。ドローンを撃て。対空砲が来る。それまで持ちこたえろ。色に注意してください。ドローンは恐るべき殺戮マシンです。その行動は色で判別できるようです。青いドローンは警備モード、攻撃目標を探している状態です。つまり青い状態は攻撃してきません。赤いドローンは戦闘モード、目標を発見し攻撃を開始した状態です。赤いドローンは危険です。警備モードから戦闘モードに切り替わる条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、ドローンが被弾する。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり攻撃を受けたドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。マザーシップ進路そのまま、通過まで間もなくです。マザーシップが来るぞ。攻撃は必要ない。通過させろ。ドローンの破壊を続行しろ。ドローンを投下しながら移動している。警戒は怠るな。
カイ、俺たちの武器じゃ歯が立たないぞ。敵はドローンだ。数を減らせばその分犠牲者が出る。やるぞ。クソ、対空砲はまだか。Thank you.
マザーシップがドローンを射出。上空のドローンを全て撃破してください。
作戦終了だ。引き上げろ。マザーシップの追跡を続行。チャンスを見つけ次第地上戦力を主体とした撃墜作戦を発動させます。必ず奴を撃墜してやる。